야! 危なくなったら下がっていい。俺はお前を殺すために作られた。おめえなんか暗いやつだな。全力殺す。なんだおめえ、俺になんか言うか。俺は孫悟空を殺すために作られた。なんか知らないけど暗いやつだな。おめえなかなかやるな。今のは聞いたぞ。思ったより強えぞこいつ。お父さん、僕も今行きます。俺も行かなきゃダメだな。悟空が殺せる相手に俺が出てきたって。優しい心の戦士、手加減はいらないか。わかりました。悟空が負けたのか。嘘だろ。クリリン、気をつけろ。これほどの力を持っていると。ちょっと休んでろよ。たまには俺にカッコつけさせろって。あぶねえ、やられたかと思ったぜ。倒れてたまるか。これくらいのピンチ慣れっこだぜ。ジクショー。
そうだ、それでいい。やればできるじゃないか。